怪我で1ヶ月もいませんでしたけども、坂本さん、ただ戻ってきてからの坂本さん、5試合連続ヒット、打ちまくってますね。まあ、まだ5試合なんで、もっともっと負けずにして、次が終わるまで、いいダンスで頑張ります。3安打猛打賞、その通算の数も長嶋さんの数にも迫ってしまいますけれども、また明日以降に向けて一言お願いします。いい形で今週2連勝できているので、明日も勝てるように、頑張りますので、応援よろしくお願いします。それから岡本さん、もう一本のホームラン、スリーボールから打った、あの2本目はどういうホームランでしたか。本当に思い切って行こうと思ってたんで、ホームランに行ってよかったです。ホームラン2本目もそうなんですけど、当たりがすごかったですね、看板直撃でしたよ。そうですね、まあ、昨日は空気って言われたんで、今日は。岡本さんはホームランはもう数字の上で独走ですけれども、今日は打点を挙げまして、現在ホームラン、そして打点、この2つで現在トップを走っています。この打点数字も必要ですね。余裕に締めて頑張っていきたいと思います。さあ、いい勝利、明日につなげたいところです。明日に向けて一言お願いします。明日も野球で頑張りますので、応援よろしくお願いします。今日は見事な2ホーマー、坂本選手、岡本選手でした。この勝利どうぞ。